自分たちで行う国づくり、参政党の神谷宗平です。神谷さん、今回もよろしくお願いします。はい、お願いします。神谷さん、日焼けしてますね。はい。<laughs> はい、すっかり焼けてしまいました。あの、私も神谷さんとなかなかお会いできなかったんですが、はい。 あの、地方の方を、くまなく回ってこられて、はい。いろいろな発見があったということなので、はいはい、今回その辺詳しく教えていただけないでしょうか。はい。47都道府県を全て回りますというお約束しまして、え、約40県ほど今回ってこれたと思います。それで何をやっていけるかというと、え、各県回りまして、え、次に向かう衆議院選挙ですね。これをなぜ今全力をかけているのかということ それから二つ目は、参政党が目指す近代政党ですね。どういった政党にしたいのかということのゴールです。から三つ目にえ、みんなで作ろうと言ってるわけですけども、参政党ね。では、あの、そのみんなの意見とか思いを吸い上げる、こう、組織がなかったわけですね、去年までは。はい。それが今、だいぶできてきましたと。3割ぐらいできてきましたと。で、それを使って、こう、皆さんが積み上げていってくださいね、という話をさせていただいてます。 まあそういうお話をされてその地方各地方、はい、地方でいろいろとその温度差とかそういったものがあったと思うんですが、はい、その辺はいか行く県ごとにう雰囲気が全く違います。で、まあ、40を回ってるとあうまく回ってるなという県もあればあここはそうかとあの揉めてるとは聞いてたけどこういうことかというのがまあ分かりまして。 それで、まあやっぱりその気持ちのわだかまり抱えたまでは皆さん仲良くやれないので、まあ、本当にちょっと回ってないなというところは、もう何とかしてくださいっていうのがあるので、私が言ったのは一回全ての役職やめてくださいと。うんうん、支部を全体的に作り直してくださいと、はいうん。で、この人だったらみんなある程度ついていけるよというふうな人をみんなに立てて、 こう、リーダーを育てていかないと、はい、あの、俺が俺がって言うとですね、あの時あ,あいたこういった選挙の時頑張った頑張らなかったみたいな、うん、そういった過去の話を引っ張り出して、うん、あの、揉めててもしょうがないので、うん、とにかくこれから私がゴールラインを示しましたんで、そこに向けて、こう、組織を作っていくために、うん、あの、みんなでこうどうやればいいかということを考えられる体制というものに、えー、作り変えていこうということを提案し、今実際に動いています。 あの、この部分をですね、まあ、正直反省なんですけども、私国会で忙しかったので、うん、少し、えー、スタッフに任せすぎてた部分があったと思うんですね。うん、ので、やはりあの、今回行って、皆さんから陳情みたいな形で直談判を受けてお、だいぶ話はできたので、あの、もう一回このタイミングで、まあさえー、主義の選挙がいつになるかわからないんですが、組織のお作り直し、 を,を、きちっとやりたいなと。まあ、足場固めですね。うん、どうしても、あの、去年の参議院選挙の時にから、以降、もうバタ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 やっていたので、まあ、ある程度、その、走りながら考えるみたいなところで、えー、任せてしまったところはあるんですけども、それがやはりね、あの、党員の皆さんのストレスであったりとか、あ圧力のもとになってるっていうことが、ほ回がよくあったので、はい、もう一回、あの、私も含めて、本部からも通達を出して、こういうことなんですよと。 ということを伝え直してます。本当にね、去年の参議院選挙までと、それからこの1年というのはもう全く違うというとちょっとおかしいですけども、ねあの、組織的にはルールがだいぶ変わってるんですが、はい その去年の参議院選挙までとか、その前後のルールでやってるところも結構ありまして。はい。で、もう、どん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 、あの、組織が出来上がっていってますので、役職も増えてますのでね。だから、昔はもう、事務局の私と、それから、支部長さんたち、まあ、支部長って言っても50人ぐらいですから、うん、がもう、直にやり取りはしてたんですけども、その後、今はもう、県連支部長っていうのができ、いさね、ブロック長さんっていうのもいらっしゃって、もう、この縦のラインで、しっかりとこう、話し合いができるような仕組みにはしてるんですね。ただ、 後からこれができたので、はい、最初の方からいらっしゃる方からするといや俺たちに権限があるんだろうと、うんうん、いうふうにまだ思ってらっしゃる方もいらっしゃったので、まあ、あのまだというかペースが速いので、はい、あれですけどあの会社もです、ね、創業時のメンバーが、はい、例えばあの10年経った時に、はい、俺たちはこんだけやったんだからこれぐらいの役職が当たり前だろうみたいな形ってすごく多くて。 その時に、やっぱり応じた状態にならない場合が多いんですよね。はい、で、その時に何するかというと、やっぱりですね、組織化、まあ、正確な組織化ですね、はい、どういうぐらいの、まあ、レベルというか、ですね、うん、仕事ができる人、もしくは、はい、あの皆さんの賛同が得られる人であったりとか、うん、もしくは実力がある人であったりとか、まあ、それあの会社によってルールは違うんですけれども、そういったものを組織としてこう選択、まあ、選んで、はい、組織を機能させていかなければですね、 あの、大きくなった状態で、あの、抱えられない荷物を、実は、持っちゃって、はい、その、上が救急して潰れちゃうことって多いんです、ね、ありますね。本当に組織は人だなと、今回も改めて感じさせられたんですけども、うんはい、やはりね、その、まとめ役の方が経験値があって、元政治家だったりとか、と、はい、大きな組織に出しゃった方だったりすると、か、円滑に回るんですけども、はい そうじゃない方が、とにかく気合と根性で頑張ってくれたところもあるんですと。うん、それはそれでもすごくありがたいし、はい、評価もするんですけれども、でもそのやり方に、やっぱりこう、ついていけない、えー、当員さんもいらっしゃったりするのも分かったので、そこはもううまくお話をして、揉めるんじゃなくて、前乗していただいて、こう、公認譲っていただく。で、その公認も、あの、我々ちゃんと人見てですね、この人だったら大丈夫なんじゃないかと。 いうふうなところをやっぱり本部でしっかりとこう任命していかないとですねあの選挙なんかすると争いの元にまたなってしまうので確かに、うん、その辺のところもまあ今回だいぶ話をできたので党員の皆さんに直接、うんはい、あの顔を見ながらそうですねはい、うん、それは非常に良かったなと思いますまあそういう意味ではあの本格的な近代政党の一歩、はい、まあ次のステージですねはいを踏むためにまあ組織の編成は やったとてですね、はい。そこに対して本当に機能させるための、うん、まあさまざまな、はい、その人の配置であったりとかあり方、はい、っていうものを今回実際自分で行って、はい、で皆さんとお話をしてでこうあるべきじゃないかということをお伝えをしてそしてまあもう改めて作っていくという過程に今あるということなんでしょうか、はい。そうですね。うん、はい。そこをやはりあの人に任せるんではなくてやっぱり私がちゃんと現地に行って皆さんに説明しつつお話も 聞いて、あの、まあ、聞かなくても大体雰囲気で分かるんですけど、あの、うん、それをやっぱ感じてですね、そこの中でやっぱり、あの、スタッフの皆さんと協力しながらやっていくと。だから、やっぱり、問いの皆さんも、やっぱり、先ほどおっしゃったみたいに、スピードが速くて、 ついていけてないっていう方もたくさんいらっしゃったんですね。すえ、そんなことになってんのと。全く知らなかった、うん、ということだったので、もう少しその辺の伝達とかもですね、あの、やっていかないといけませんし、まあこういった動画を通じて、今こういうふうになってますよ、というような形で。いま、ね、だになんか全部一人で神谷さん決めてんだろう、というふうに思っていらっしゃる方もいたっぽいので、今、とてもじゃないけどもそんな状態ではないですよ、と。いろいろ部署もできて、人も増えて、あの、皆さんに任せながらやってるんですよ、と。 いう中で、だから、あの、中に入ってきてください、ということなんです。人は足りないので、全く足りないので、だから、おかしいなとか、もっとこうできるようになと思えば、その、も文句を言うんじゃなくて、こうすればうまくいくよとかって言ってもらえば、それはそれで、あの、どんどんと、こう、協力してもらいたいので、 そういった話もしたら、あ、そういうことね、ということで、うんうん、なんか、言っても言っても、全く取らない、というふうに思ってらっしゃった方もいらっしゃるので、うん。それはもう、あの、伝え方のこの、まあ、レポートラインって僕ら言ってるんですけど、こういうふうな形で、あの、意見を、あの、上げていってもらえば、あの、本場しっかりと回答しますし、いいものはどんどん取れていきますよ、ということが説明できたので、あ、みんなで作るってこういうことかと、はい、ということは、だいぶ周知できたんじゃないかなというふうに思います。なるほどですね。 まあでもね、あの神谷さんが全部決めてるっていう声ってすっごい多いんですけど、はい、実際問題一人じゃないですか、神谷総兵という男は、はいはい、あの神谷さんって一日百時間ぐらいある人でしたっけ？<laughs> いやいやいや、皆さんと一緒二十四時間でございます。いや三百時間ぐらいありますね。<laughs> いやいやいや。 あの人の3倍頑張るっていうのはもっとですけども24時間しかありませんのでであれば、はい、意思決ってできるということが非常に限られているっていうのは物理的にでですすよ、はいまあ、お分かりだと思うんですねあの部長さんクラスの方々にも言っているのはあの何でもかんでもそのどうすればいいですかじゃなくて あの、こういうふうにやっていきますという形で、報告だけしてくれればいいので、現場のことは僕より皆さんの方が分かってるから、そういう形で、あの、決めてくださいと。ね、結局決めてくださいって来られると、判断はしますけど、そしたら結局、いや、カメラさんが言ったんだ、カメラさんが言ったんだっていう形で、責任回避できちゃうんですよね。そうでなくて、あの、自分たちでこういうふうに提案をしたと。うんで、こういうふうに承認をもらったから、やろうと。 いうふうな形だと、やっぱり、こうね、ま、取りまとめのリーダー格の皆さんに責任が生まれてきますから、そういった意識をもっと醸成しないと、 おいけないんだな、ということを、ま、改めて、反省しましたね。だから、の、問いの方から聞くわけですよ。こんな風に言われたと。はい。なんでそんな風に言ったのかなって考えると、あ、僕の、あの、伝え方悪かったなとか、承認の仕方に問題があったなとか、はい、当然、やっぱり、ね、事務局長なので、自分方のトップですから、そこは私もね、至らないところがいろいろあったな、ということで、あの、反省も多分にいたしております。今回ですね、40箇所ですね。はい、回られて、まあ、そういった反省も今回あったと。はい。 でも私は見てても結構な権限以上はされてますし、はい、そういった意味では、まあ、あの支部長さんたちもです、ね、今まさに走りながら、うん、そういった以上されたけあの権限というものをどう使っていくのかとか、はい、どうすればベストなのかというのはここはもう本当に運用の部分になるので、はい、まあこれから形作ってある程度、参政党らしい近代政党の在り方っていうのを模索していくといったことを。はい でよろししかかったでしょうかそうですね。うん、まあ、やはり、権限を持つには当然責任がついてくるので、そ,でね、その責任感をどこれだけ高めてもらうかということが非常に大事だなと。賛成、はい、党はもうこの3年、まあ4年8ヶ月やってるんですけど、まあ、とにかく立ち上げてから3年が突っ走ってきたので、と、はい、にかく、あの、私が最後責任を持つから、やってくれ、やってくれという形での頼み方だったんですけども、はい、もう今全ての業務に対して私の目も行き届きませんので、はい、そこはもう現場現場の方々に責任を持っていただいて、はい え、やっていただく。そうすると、やっぱり、こう、自分たちで作ってるなっていう充実感ももっと高まってくるんじゃないかなというふうに感じたので、そういったふうに進めていこうと思います。わかりました。あの、まあ、賛成等も、そういう意味では、ステージがもう、もはやもう、もう変わるのかっていうぐらいの、まあ、僕らから見ると、ねはい、早いペースですけれども、まあ、そういった意味では、ますます、その、 近代政党としての一歩、はい、二歩、三歩目ですかね、うん、を踏んでいく今段階にあるといったことで、はいえー、理解していってほしいということでしょうか。はい、その通りです。わかりました。まあ、ぜひですね、あの、そういった、あの、今変化、大きな変化をまた起こそうというところですので、はい、まあ、神様の口からこの一言、あの、おっしゃっていただいてよろしいでしょうか。はい。あの、賛成党、まあ、できて本当に、また国政党になって1年と2ヶ月ほどの おなんですけれども、やっぱり人数も多いですし、あの、本当に、党員の皆さんが熱心なので、力をですね、やはり、無駄なところにエネルギーを消耗させないように、きちっとマネジメントしていかないといけないな、というふうに改めて思っているところです。で、我々はやはり、その中でどうこうとか、あともって言えば国内の政治だけではなくて、今国際的に本当に大きな変化の、 時だと思うんですね。はい。いろんな、あの、条約ができるとか、国際紛争も起きてますし、えー、今本当に時代の変わり目のようなところだと思ってますのでね。やっぱり我々は視野は、あの、ゴールはそこに向けて、やっぱり世界の中の日本がどこに位置づけするのか、我々の子供や孫の世代に何を残していくのか。 これをですね、やっぱり高い座でみんなで考えないと、あの目の前のあの人嫌いだ、この人嫌いだというふうにやっててもですね、やっぱり参政党を作った意味ない、なくなっちゃいますから、そういった視点をですね、えっいの皆さんに持っていただけるように、これからも発信していこうと思います。神谷さん、今回もありがとうございました。はい、ありがとうございました。自分たちで行う国づくり、参政党の神谷総平でした。 「里もに歩幅合わせて進む」